はいはい、改めましてということですいませんね、なんかね、回線の不良なのか PC の不良なのかちょっと分かりませんが、何か、原因があって録画というか配信が止まってしまいましてね、再び再開でございますけれども、どこまで話したかなと言いますが、7月13日新日本プロレス札幌定善ホール大会の話をしております。で多分試合が、これがですね 大行試合ですかね、鈴木メール高見一之対アレックス小津ルイ日智弘という試合の途中だったと思うんですけども、まあね、鈴木軍はね、今シリーズちょっとあぶれてしまうような形で、バレットそして本体ケイオスとある中で、鈴木軍ねちょっと役割的に果たす部分が、まあジュニアの方はねタッグベルトを挑戦しますけども、鈴木ベビー級の方はね、まあ、特に鈴木みのる選手本人は石井智弘選手と当てられることになって、で鈴木みのるさん本人が言ってることですけど、まあね、でお前らなんてのはまあそのね、ケイオスの二軍だということね言ってます。まあ逆に言うとね、そういうケイオスの二軍とやらされてる鈴木みのるは一体何なんだっていうことでもね、逆に言葉が返ってきてしまうんですけどね、そういう言い方するとね、そういうメインストリームに絡めてないのはどうしてなんだいっていうことになっちゃうんですけどね。まあまあそうは言ってもやっぱり新選手の試合は面白いですからね。まあ逆にこれはこれで、まあでもみなる選手からして美味しいかどうかはちょっと分かりませんが、まあでもここでねすごい試合見せてほしいんですけどもね、まあそういった意味で、石井選手との放送がね、日々行われてますと。そうですね、はい、試合自体はすごいゴツゴツした感じでね行って、で逆に被害被ってるのはコズロフ選手とか、ロメラ選手とかジュニア勢がね日々鈴木亮選手と当たらなきゃいけないということでね、これ結構しんどそうですね。あんまりだからまあ新日本以外の話はちょっとよくわからないですけど、こう新日本の中でねこういう鈴木亮選手みたいな人とね今まで当たってきてないですからね、コズロフ選手とか特にね。ね、石井選手もね、これで G1 出ますからね、ここで一つその、ミドル選手相手にね、インパクト残しておきたいですよね。はい、まあ、垂直落下ブレーンバスターで、高見直選手から石井選手が取りましたということですね。はい、次、ヤトライガー選手ですね。キャプテンニュージャパン重心サンダーライガー棚橋宏 VS タマトンガテリブレ、カール・アンダーソンということですね。まあバレット対本体、まあ棚橋選手が本体って言ってもねいろいろあるんですけど、棚橋選手は、絡みで言いますと最近はそのバレット、クラブですかねとの構想が続いておりますね。まあ1000シリーズでのデビット選手とかありましたけどね、まあ、デビット選手自身はこの、ね、岡田選手が絡むんで、まあ、それ以外のメンバーとということになってますけどね。そして、まあ、先日、小焼ホールでね、タマトンガそしてテリベレ選手の持つ、CMLL 世界、タッグね、ベルト取りましたからね、そういった意味でもライガー選手もねここの枠に入って、やってますからね。普段だったらねさっきのねあの串田とか台湾マスクとかあの枠にね、組み込まれるライバー選手なんですけどね、急になんかこのベルト、まあ、挑戦も含めてこのシリーズからね急にこのヘビー級のそのバレットクラブ対バレットというものにね組み込まれてるというね、一体何があったのかというとね、まあ私からしたらその活躍の場というかそのすごい、まあ、ライガー選手のね自分の口から言葉から言うにはね、俺たちはねメインだろうが大事な試合だろうが関係ないんだと、見に来てくれたお客さんをね満足させるだけだとね、そんなねのにね戦いに差はないということをね日々おっしゃっておりますけど、まあ、そうは言ってるけどね絶対あるよそんなね、なんで俺が大事な試合なんだ、ビッグマッチですげえカードが組まれないんだってね、
いやね、そういうふうに、いや言わないよ、絶対言わないけど、思ってるって絶対勝手なことが言うと怒られるかもしれないけど、いやでも思ってても別に悪いことじゃないと思うんですよ。それもね、当然ですよ。ね、そんな前座ばっかりやってたらね、腐っちゃうんですよね。まあそんなライダー選手もね、今シリーズ、まあ今後どういう流れになってか分かりませんが、こうやってね、結構上の方へ組まれるというね、いいですね。はい、久々にちょっと来てますね。はい、でキャプテンはね、まあ一応なんでしょう、地元ということでね、キャプテンがでもすごかったね。まあこの日というか3日間そうなんですけど、でこの日はちゃんとその CMLL のベルトを持ってね入場してきてくれましたね。いや結構ねライガー選手ってね、まあ、IWGP 回れたのはもう結構昔だからその頃のことちょっと詳しくは覚えてないけど、まあその間にね CMLL のねミドルとか、あとは JPW のベルトとか、あとはなんか他も持ってたね、いろいろ持ってましたけども、結構ねその新日本の中ではそういう他団体のベルトをねあんまり絡めることがなくて、まあ、CMLL のねやつは新日本の中の攻撃で取ったもんだからね、全然持ち歩いてなかったけど、あんまりね持ってこないんだよね。だから今回はどうねタッグ取ったけど普段どうするのかなと思ったけど、ちゃんと持ってきてましたね。田中選手もね当然巻いてましたしね。はい、まあ、ライガー選手得意のねスライディングキックも出ましたね。はい、で場外ではだからだいぶやられてましたけどね。はい、まあ、バレット相変わらず汚いやり方でしたけどもね、もう勢いあるんだね、すごかったですね。でこのあと G1 挟んでね、秋以降どういう風になってるんでしょうかね。テリブルもね、あのタッグベルトの時は結構、まあ、終わればノーサイドみたいにライガー選手そして田中選手をね称える感じにはなってますけど、その後というかきちんとねバレット一員としてなんか悪い感じでやってましたね。さあそしてキャプテン、キャプテンもねなかなかあの技の精度というかね、あの非常にこのボディープレスとかあといろんなものはね決まりそうで決まらないというのがキャプテンだったんですがね、だいぶそういう精度が上がってましたね。札幌だとなんかフラグが立つんでしょうかね。さあそして翔帝の3連発かな、3連発ね、翔帝的な投げ倒しましたね。そしてキャプテンが1人になってしまって捕まります。キャプテン対アンダーソンとかね、がっつり見てみたいですよねね、平ボトムがね決まりそうでかわされてのガンスタンとかねこういろいろあったんですけどね。そしてカリビアンデスクリップは決まりませんでしたけど、一応ガンスタンかな、ね、キャプテンが取られてしまいましたと。はいです。はい、どんどんいきます。これ時間が1回リセットされちゃったからもうあんまり急ぐ必要もなくなったんだけどね、もうさっきのところから3時間やっていいというね終了時間が耐えられないですから、まあそれはしませんが、はい。そしてセミですかね、あ、札幌遠征では平沢家に500回になっているとご本人だ。棚橋選手のブログでしょうかね、その、平沢さんの双子の弟さんですか、あの人双子だったんですね。
ね、キャプテンの友達の平沢さんの双子の弟、一体キャプテンとはどういう間柄なのかっていうね、あれですけど、ね、すごいなんかさすが双子だけあってちゃんと体格もいいというかね、あの人はねプロレスやんなかったのかな、ねえ、やったら面白いですよね。ねえ、平沢兄弟対バラモン兄弟とかね、そういうこともできますよね。平沢兄弟すごいね。はい、セミ吉橋岡田和彦対バットラックファレ、プリンスデビットということで、まあこれもさ、秋田の前哨戦ですね。 IWGP ヘビーね、デビット選手が挑戦しますからね。でやっぱ岡田人気はどこ行ってもすごいですね。もうみんなキャーキャーやってるのとね、まあ、まあ岡田選手だけじゃないけどね、みんなキャーキャーやってるけどね、キャーキャーやってるからさ。でまあ、先ほど試合を終えたばかりのアンダーソン選手ともちゃんとね、セコンドについて安定的に悪いことをしてましたね。この日だっけ、いつだったっけ、海野さんとアンダーソンさんがね、非常にこの日じゃないか、なんかねやり合った日、海野コールが起きるっていうのがあったけどね、あれいつだったっけね。3日も見るとね、一体いつが何、どれがいつの出来事だったかとかねだんだんごちゃごちゃになってくる。ね、さっきの鈴木さんの帽子の下りとか毎日やってたし、どれが何だったかなってね、怪しくなってきますね。見すぎないでプロレスね、デビューでしないからチョップもすごかったしね。で岡田選手がなんか普段見せないような、それもねこの日だったかどうかちょっとあれなんですけど、その、ね、グラウンドをね割とこうデビュー選手とこうじっくり見せるなんていう攻防もね、今までの岡田選手の試合からしたらちょっと珍しいことでしたけども、あとはまあ最終日ですか、そのね下道さんに対するねデビュー選手の行動にすごい激怒するのかね、まあ後楽園でもね、まあ、そういうのちょっと見せてましたけどね、下道さんのことだとすごい熱くなるんですね。そしてね、トップからのエルボー、そしてレインメーカーポーズね、いつも長いですね。そしてレインメーカーに行くとこだったんですが、ここは、かわされね出ますね。で吉橋選手、吉田選手とファレ選手が当たることがやっぱり必然的に多くなっちゃいますね。まあね、タッグパートナーでやってますからね。でもスワントーンもね、若干スワントーンもなんか高く飛びすぎないように、あ、ここですかね、スワントーンボム、ここかな、ちょっと気使って飛んだところ避けられちゃってますよね。これで終わりかな。でファレ選手が取りましたということですね。グラネードですね。私技の名前知らなかった。札幌行ってこの技の名前知りましたよやっとね、なんか毎回吉田選手が受けてるような気がするんですけどね、この前も確かそうだったよね。はい、ということでございます。まあ、試合後もねやり合ってましたね。さあそしてメイン、メインが札幌3連戦、3日間とも、イルミネーションマッチが組まれました。5対5、3軍対抗、12タッグイルミネーションマッチということで、まあ、新日本本体、そして新日本本体プラス CMLL、 そして、ケイオス、そして、バレットクラブの3軍対抗によります、スペシャルイリ、三府軍対抗スペシャルイルミネーションマッチというものがね組まれてましたと。で初日は、この新日本本体プラス CMLL VS、ケイオスということで、カードがですね、ラ・ソンブラ、
内藤哲也、小島聡、天山博史、真壁東義 VS 高橋裕次郎、田中将人、飯塚高史、矢野徹、中村慎介ということになってましたね。で、まあ、試合の方は通常のタッグマッチ形式の、ね、ルールにのっとるんですけど、負け抜けしていきます、ね、負けた人から抜けていって最終的に、全部いなくなった方が負けということで、通常のフォールギブアップにプラス、試合権利を持った選手が、ね、トップロープをまたいでリング下に落ちた場合に、ね、負けとする場外負けとするオーバーザトップロープも適用されますということでございますね、はい、で試合の方はカクカクシカチカ、いろんな前哨戦もありました。中村選手とね、孫村選手ね、IWGP インターコンチですね、チャンピオンね、ソンブラですからね。ソンブラ選手は日によってマスクを変えて衣装、タイツもかな、まあちょっとこの後またソンブラ選手出てきたらちょっと見たいですけどね。この日はちょっと黒、3日とも変えたのかな、なんか変わったような気もしますね。で中村選手もこの日は普段仕様でしたけど、 いつだっけ、メヒコ仕様の日もあったよね、赤タイツのね。で、ズキンかぶってきてたしね、この日はズキンじゃなかったな。私ちょっとね、すいません、入場の時とかね、あんま写真、ね、試合しか写真撮らないんで、入場のね、入場はどういう衣装かってあんまり抑えてないんですけど、まあ、田中将人選手と内藤哲也選手もね、ネバー無差別級のベルトですね、これをの前哨戦ですね。すごいね、田中将人選手もね、忙しいでしょうね、こうやって来てくれるんですね。で内藤選手も復帰後初札幌ということで、まあ、札幌が1年ぶりだからまあ当然ですけどね。で、まあ、矢野飯塚組と、まあ、天狗寺みたいな、ね、流れもありましたしね。まあ、ソンブラ選手はね、初日ちょっと控えめでしたがね、こういった、いろんな事情の中にちょっと入り込んでいけない雰囲気もありましたね、なんかね。そして飯塚選手はね、相変わらず外でね、こうわちゃわちゃやってましたね。これは私の席の、私なんか柵の隣にいたんですけど、柵の向かい側で飯塚選手わちゃわちゃやってますね。あんまね、私ね、飯塚選手と絡みがないんですよね。絡みがないって当然みんなないと思うんですけど、なんかほら、まあ、でも当然ほら飯塚選手って入場してくるときにね、わーってなるから、いや飯塚にねちょっと追い回されたよとかね、押されたよなんていうね体験談持った方もいっぱいいると思うんですけどね、なんか私ないんですよね。なんかね、あんまね、飯塚選手ね、避けられ嫌われてるのかな、避けられてるんですよ、なんかね、来ないですよね。まあこの日なんか近くとかには来るんだけどね、直接の被害とかならないんだよね。だからこれ歩いてる時もね、なんかね、別にぶつかったりしたもないんだよね。うん、避けられてるのかな。まあ近くまで来てましたけどね。この後もね、柵のこっち側に来るんですけどね、なんか私の前をふーんと歩いてってどっか行っちゃったんだよね。男色先生に襲われたこともないしな。まあまあ男色先生はそんなにあんまね、会ってないけど。飯塚経験もないんですよね。まあ別に、ね、襲ってくれって言ってるわけじゃないですけどね。なんか知らないけど近くまで来て、なんか直接来ないっていうね。不思議な。で、ね、カウランニングもね決まりましたね。拳の焼き押し、で試合の方どうなってんだろうねこれね。多分もう何人か負け抜けてる。あ、今まだいっぱいいるな、うん、まあイリメーションマッチなんでね、細かいことは全部省いていきます、ね。まあ、そしてアイアンフィンガー、
最近結構新日本ねイルミネーションマッチね、まあ、多用まではしてないけどたまにやりますよね。この前鈴木軍とケイオスのやつもねすごい面白かったしね。ああ私のところも目の前で方向転換してたと。なるほどね。なんかこれ変わった格好をした人に絡むな予想っていうのは何かあるんですかね。だって矢野選手もさ、矢野選手今度 DVD がねまた出ますっていう宣伝をねしてますけど、まあ前に出た DVD ねありますと、トールトゥギャザーの1の方ですけど、あの DVD の中でねその会場に来るお客さんの話になったり、多分ですよ、私の話がね出てくるんですけど、多分っていうかまあいろんなね全国にマスクかぶってる人いっぱいいるだろうから、私かどうかはね確認しないんで分かりませんけど、多分でも私のことだろうと思うんですが、そのまあ冗談でね、まあなんかそういう座ってる人で、ね、いると、3日目ありましたね、そういえばね、まあ、中村選手の話もちょっとまたしますが、矢野選手ね、なんかそういう、ああいう、そういう人ね、なんか、座ってて、でね、間違って、ね、本物だと思ってね、恐れそうになるよみたいなね、恐れそうになるよ、砲撃したくなるというか、しそうになるっていう話だったけど、私、DVD 持ってないんでね、本当は人から聞かされた話なんで、ちょっとわからないですが、っていう話をね、冗談でね DVD の中でしてるんですけど、矢野選手のまあとは言ってもね全然現実はこう飯塚選手がね避けて通るというねまあまあまあ話の流れで出たことなんでしょうけどね。はい、まあ、で園村選手がねちょっと面白いことになってましたね。もうね一本取ったかと思えばあっさりねあれしちゃって、たぎってましたね今年もね。選手ってどうなってるの今、なんか裕次郎選手やり合ってるけどそういう流れだったっけ。いっぱいあるからな、全部しょっぴいてくるんだったかな、なんかね全部持ってきちゃった、あ、終わったよキングコングで決まったのかなね。キングコング2位からの片襟固めね、一人残りで、真壁選手が裕次郎選手から取ったということですね。で、真壁選手試合後ですね、これは本物のプロレスだよということでね、凄んでおりました。あ、で以上ですね。で、初日以上です。初日の締めは真壁選手でしたということでね、まあ産休的なことはありませんね、これは本物のプロレスだということでね、言っておりました。以上です初日以上、2日目出しましたので、ちょっと写真がね、いっぱいすぎてね、ちょっとフォルダーがね
ちょっとじゃあ画面一回こっちにしようか。はいはい、2日目のフォルダを出しましょう。14日、これかな。出ますかね。さっき言ってましたっけ。よいしょ、これもしかして位置がずれちゃってるかな。ちょっとずれてたらごめんなさいね。もうちょっとこっち、この辺、この辺かな。もうちょっとこんな感じかな。はい、2日目、同じです同じというか、場所はこういうところです。転生ホールですね。2日目はどんなカードだったかな。14日、2日目は、ヤングラウンドでスタートですね。渡辺孝明対、小松洋平さん。小松洋平さんはね、初日試合はなかったですけどもね。はい、まあ一応ヤングライオン同士の戦いではあるんですが、まあ、渡辺さんの方は1年以上キャリアが長いんでね、やっぱ先輩の格を見せつけた感じでしょうかね。この次の日の、まあ同期対決、小松田中対決はね、非常に同格でねぶつかり合う試合ですけど、これはやっぱり、渡辺選手は格が上ですからね。やっぱね、体もやっぱり渡辺選手もね、まあ、もちろん私デビューからね、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、デビューからね見てますけど、やっぱだ体もねだいぶすごいですよね。でね、渡辺選手ってね、なんかデビューした当初はなんかちょっとねのほんとした感じというか、なんていうんですかね、 あんまりこう表情がこう気迫というんですかね、そういったものがちょっとあんまりね感じられないのはちょっとね、印象を受けてたんですけどね、やっぱ今はすごいですよね。やっぱ変わるもんなんですね、いろんなことがね。まあ今ね、DS 言っちゃったけど、ヒロム選手もそうだしね、ヒロム選手、渡辺選手って私、デビュー戦見てないのかな。ヒロムさんはね、見たんだよね。ヒロムさんはね、新木場のネバーでデビューだったからね、佐藤健太レフリーと同日デビューなんだよね。佐藤健太レフリーも確か、そのヒロムさんの試合さばくのがデビューじゃなかったっけな。その試合じゃなかったかもしれないけど、その日の興行は確かデビューになってるんですよね。まあ、今でさばいてますけどね、佐藤さん、ね、佐藤さんも新木場デビューです。はい、って言ってる間に渡辺さんが勝ちました。はい、はい、次、次なんじゃろうかこれは。串田タイガーマスク小島聡志健山秀吉対邪道下道飯塚隆矢野徹と、まあ因縁や構想については前日と同じ。邪道さんさっき出てなかったよね。邪道下道はこの日が初かな。下道さんはね、あのセコンドでね、岡田和親のセコンドに出てましたけどね。でまあ小島さんもね、行っちゃうのバカ野郎もね出ましたしね、まあ、みんなどこの会場行ってもよーからの行っちゃうのバカ野郎は
もうやるんですね、ちゃんとね、もう当然のごとくね。あとあれか、矢の通るもやってたか、どっかでね、確かね。そしてアイアンフィンガーね。この日はだいぶね、席がすごい後ろの方だったんですけど、まあ言っちゃうと一番後ろだったんですけど一番後ろってもすごいよね、もう壁際で、だいぶ遠くてね、なんかなかなかピントが合わなかったんだよ、ね、照明の関係が分かんないんですけど、いや、その距離的には全然届く距離だったんだけどね、全然合わなかったな。あ、さっきの試合終わっちゃったけど、次何も喋んないで終わっちゃった。写真撮りづらかったなって言ったら、枚数的にもちょっと減ってるんでしょうかね、もしかしたらね。アレック・コズル2人、田中に1抜くということですね。まあ前日から続い、まあ前日からというか、まあ、で前日もね、田中選手がね、帽子奪ってやるなんてありましたけど、今回ね、ちゃんとコズル選手やってますね。タカ選手は2日目までかな、3日目は確か、あの千葉ポートアリーナ大会、神田道場ね、年間ビッグマッチ、でしたからね、この日のうちに帰ったのかな、次の日か分かりませんけど、ね、大変ですね、自分の団体ね、ビッグマッチでしたからね。そうだよね、3日目は鈴木美濃で太一組だったもんね。この試合の落ちは何だったっけ。まあ、なんか連日似たようなことが起きるんですよね。あれか、この試合は、どこら辺までちゃんとやる、太一が入ってきますでね、試合もぐちゃぐちゃになってて、ノーコンテストってことなんですかね。ノーコンテストということになって、ごちゃごちゃしてましたら、前日と同様、次の試合の人が入ってきちゃうというね。まあ、次の試合が、鈴木みのるさんと太一が入ってくる。で、向こう側、ロッキーロメロと石井智弘が入ってくると。ね、なんだまたその初日と同じネタでなんか入場なしでこうごちゃごちゃになって次の試合が始まるのかなってネタかと思いきや、その高見直ねアレック・コズロフの試合がねノーコンテストということになったんで、まあ、これじゃダメだよなってことで、でそいつらも加えて6人タッグにしようということで、タッグマッチから6人タッグに変更ということでなりました。まあ前日とね似たネタではあったんですけど、ちょっと進化したというか、変えてきましたね、はい、まあまあでも、まあ、似た感じでありますね、はね試合が入ってきちゃうというね。結局だからこの日も鈴木みのる選手の入場はなかったということですよね。一体札幌の人はいつになったら風になると言えるのかという感じですけどね、言えませんでしたね、はい。でまあやってることは毎日一緒にね、太一バカとかね、超バカって毎日言われますね。で帽子の下りもありましたね、昨日は高見直選手でしたけど、太一選手がね、帽子かぶってやって、やってましたね。あでも やってる相手はアレク・コゾフですけどね。あれはロッキー・ロメロですけどね、コゾフじゃなくてね。そして、ロメロ選手がね、フォーエバー、フォーエバーっていうね、こうエルボーをね、こう何度もやるという、ムーブがありますけど、まあ、それに対抗してアックスボンバーをね、何発もやるというね、わざと真似してやってましたけどね。そして高見直選手の膝を使ったアックスボンバーですね。膝を使ったアックスボンバーって何でしょうね。まあ本人がアックスボンバーと言ってるんでね、アックスボンバーでしょうけどもね。で、まあ、帽子の下り、また鈴木みのる選手に帽子を進めるというね、帽子を進め続けるんですが無視されるというね、まあ、これも辺は前日と同じですかね、はい。帽子を進めるんで、進めて、さあ鈴木みのる選手帽子をかぶるかなと思いきや、被らないというね、今日こそは被るかと思ったんですよね、やっぱ被らなかったですねすごいよね。で石井選手と井上
この日だっけな、まあ、毎日やってたかな、ね、すごいエルボーをねこうガンガンにこうずっと打ち合うみたいなね攻防もねやってましたしね。で、ごっち式かな。で、取りましたと。誰にやったの？コズロフにやったのかな？はい。コズロフに対してのごっち式。で、決めましたと。いうことですね。はい、次。あ、次、これ休憩か。休憩に、またね、初日と同じく。中西さんがね入ってきてまた T シャツの宣伝ですね。中西ランド、絶賛 YouTube で、公開中ということで、この日だっけな、あの歌歌ったの、あれ初日だったっけ、いつだったっけ、あこの日だね、あのなんだっけ、果てしない大空とってね、あの松山千春さんのなんだっけタイトルは忘れたけど、あれを歌ってね、まあ、途中で歌詞が分かんなくなるというね、すいません忘れてしまいましたけれどもってことでね、言っておりましたね。はい、ね、忘れてしまうけども、まあ、最高だって、最高なら覚えててもらいたかったんですけどね、忘れてしまいましたということです。はい、そして休憩を挟んで休憩明けが、後藤博樹永田裕二対、吉橋高橋裕次郎と、ね、やってました。だからこの日はこういう組み合わせなんですね。吉橋選手はねずっと、まあ、岡田選手とかにねついたりしたんですが、ね、裕次郎選手もね、田中マス選手とね、組むことが多かったんですよね、こういう組み合わせで。まあ、3日間はね、同じところ同じコンビやると、なんか、いろいろ趣向を変えてくるというか、なんか珍しい組み合わせだったり、珍しい対戦がね、まあ、地方ではね、そういうのが起こりやすいんですが、でも特に、あの、同一会場の連戦なんで、そういうのが強かったですね。うん、やっぱ3日間同じことはやらないとこうということでしょうかね。まあ、鈴木軍とかはね、ずっと同じでしたけどね。本体ケイオスに関してはだいぶ入れ替えてきてますね。あ、でこの日がさっき言ったその試合前というか、シュートに乗ったねオッパブ発言があったのはこの試合ですね。はい、で永田選手とね裕次郎選手がやり合ってるわけですよ。ねオッパブバーサイドってね、まあねオッパブ行って何が悪いんだってね、悪くはないと思うんですけどね。そういうこと言われてだいぶ燃えてたんですよね。でこの札幌3連戦見てその後藤博樹選手の印象はほとんど残らなかったな。まあ普段から別にまあ普段から薄いわけではないんですけど、なんか後藤さんいたね、そういえばね、あんま見せ場的に、あでも初日もあれか、焦点会で一応決めてはいるんですけどね、まあ、永田さんのそのオッパブ的なねもので比べたら、そういうものをね横で出されちゃったらね活気消えてしまうのかもしれませんけどね。でこの日は、エクスプローラー、そして、バックドロップホールドで決めてるはずですけども、まだかな、もうちょっとかかるかな。これで決まってるのは、ちょっとあの人の頭があるからね、あんまりアングル下げると前の人の頭がいっぱい映っちゃって、結構上目で写真アングル撮るとあの下で何を行えてるか分からないというね困ったことになってますけど、バックドロップホールドで永田選手が取りましたということですね。はい、どんどんいきましょう。そして
でまだある、まだ6人タンク、すごいね、試合いっぱいあるな、3日間もあると、ラソンブラ、本間智明、内藤哲也、VS 田中将人、中村慎介、岡田和親とですね。まあ、因縁ですとかそういった前哨戦のね、ことに関してはまあ連日同じですね。でソングラ選手は前日は黒を基調としてましたが、この日は黄色ゴールというか黄色をね入ってきた、マスクに変わってましたね。やっぱ変えてきましたね。そして中村選手の方もこの前日ね黒タイツでしたが、赤タイツということでメヒコの、まあ、ルードを意識しながらというのは、まあ、そういうメヒコ遠征用の、ね、タイツですね。そして中村選手も腰がなんかあれしてるんでしょうかね。太一選手がつけてたあのなんか背中にあれ一体何なのかなっていうのをね非常に気になって答えは明確な答えは出てないんですが、まあ、多分なんか テーピング的なものの一種だと思うんですけど、なんかね、中村選手もつけておりましたね。まあ、ソンブラ選手は、やっぱその動きねトンボ切ったりすごいんで、やっぱああいう分かりやすい凄さっていうのはやっぱね伝わりやすいですね。当然ですけどね、分かりやすい凄さですからね、分かりやすいですよね。やっぱだいぶ歓声を集めておりましたね。だからほらそういう意味ではそのラ・ソンブラという選手の知名度ってねどれぐらいあるか知りませんけど、どれぐらいあるか知りませんっていうか、そのほらやっぱりレギュラー参戦ではないし、当然すごい選手だということはね知ってるだろうけど、でもその札幌の方がねじゃあソンブラ選手をねじゃあどれぐらい生で見たことあるかって言ったらね結構計り知れないわけでね、そんな中でソンブラというのはどういう選手なんだ、すごい選手かどうなのかっていうことをねやっぱこう分かりやすく伝えられる選手ということでね、素晴らしいですよね。出た中正人選手、ね、本間選手、ソンブラ G1 出てほしかったな、入ってないんだね。田中正人対本間智明、ブレンバスター引っ込めてきましたね。で内藤のマイクはこの日だったっけな、初日は真壁さんが締めちゃったからね、まあ、これセミなんですけどね。まあそれはまた後ほど。ああそうソンブラ選手ね、そうですね、非常になんか違和感なくね溶け込んでるんでね。でしかもね IWGP が冠についてるベルトのチャンピオンですからね新日本としても破格の扱いというか、そのちゃんとね入場順もねさすがチャンピオンですから、やっぱ後入場でソンブラさんの選手のね曲で入ってくるんですよね。だからね、いやベルトを持ってる、まあだからその秋田でね もしかしたらベルトを落とすかもしれないですし、まあ、防衛するかもね分かりませんが、でもそうやってシングルの新日本プロレスの IWGP インターコンチという IWGP を冠したベルトのチャンピオンだったんだからね、だったというかチャンピオンなんだからね、当然エントリーしても誰も文句言わないとは思うんですけどね、ソンブラ選手と岡田選手が当たるっていうところもなんかいいですね。まあね岡田選手もね、ルーツはメヒコにありますからね。さあ、そしてこけしでしょうか。こけしと思いきや立ち上がってきたんで、ミサリキですね。ソンブラ選手、まあ、過去ね、G1 もちろん出てるんですが、まだどちらかといったら、そのジュニア選手からちょっと背伸びをして、ヘビーと戦ってる的なね、イメージがありました。今は完全に本当ね、もうヘビーの中でのやれる。逆にジュニアの中で戦う方が多分もう違和感があるぐらいになってますからね、見たかった。
たなと。そしてあ、セコンドのゲドーさんもね頑張ってますね、これね。そして、エルボーからのレインメーカーフォールね、ゲドーさんもやってるんですね、レインメーカーフォールね。さあそしてレインメーカー決まりました。あ、で、決まったんだ。はい、そして、この試合後ですね、まあ、田中将人選手がね、まあ、内藤選手に、内藤選手が復帰していた時にまずはネバーのベルト、まずは田中将人だということをね言ったんですよね。まずはという言葉を使って、まあ、それに対して田中将人はね、何やまずはだとね、そんながまずはなんてそんな簡単にね、このベルト、そしてまた田中将人ね取れるもんじゃないぞということでね怒りまして、まあ、内藤選手は内藤選手で、まあそういう日本語って難しいねということで、そのまずはというのはまあそういうね軽々しい意味使ったわけじゃなくて、そうじゃないということをね言っておりました。まあ、ただしでもまずは、ベルトを取ってということをね再度あえて強調して言っておりましたけどもね、まずは論争、まあ別に、まあ、どうなのかよくわかんないけどね。はい、ということでセミでしたね。はい、さあそして2日目のメイン、ライガー選手メインに登場でございますね。この日は青タイプ、青タイプって初出場いつだったっけ、去年の10月から11月にまたいで行われた、スーパージュニアタッグトーナメントが初出だったかな、違ったかな。一応世に出たお披露目的には去年のワンダーフェスティバル2012夏で、ブースにね飾ってあったというのが初出でしょうかね。去年ね、7月の28日9日でしたっけね、まあ、新日本プロレスのね小焼けホール大会があって、ライガー選手ね幕張には1日いられなくてですね、朝ちょっと搬入で入りまして中抜けして後楽園ホール大会で昼興行試合をして、その後また幕張にねいらっしゃったというね、強行スケジュールで、ま、ワンフェスね、過ごしましたけども、その、ワンフェスを留守にしている間、一応ライガーはここだぞということで、この青のマスクでねが目印として置いてあったというねのはおそらく一応まあ公式こうワンフェスが公式なのかどうかわかんないけど、世に出たね、一般の人が目に触れる形で世に出たの初だと思うんですけどね。はい、去年のワンフェスの話ですね。それはね、まあ、試合としては多分その後のジュニア、そう9月から使う的なねことで言ってたけど、その1ヶ月後でしたね。結構ライガー選手当然ながらやっぱねマスクにはもちろん思い出というかね、やっぱり気使ってる部分ありまして、マスクね作ってもねすぐかぶんないみたいですね。なんかね結構やっぱその皮とか多分まあ練習とかあと普段ちょっとつけてみたりするんでしょうけど、ちょっとねやっぱね皮がそのフィットというかその皮が馴染むまでは試合ではつけないんだそうですよ。らしいというだけで本当かどうか知らないんですけど、らしいというぐらい噂レベルですけど、やっぱねそうやっぱりちょっと寝かせるというか、そのいい塩梅になるまでね待つというかね、馴染ませるんですってね。やっぱまあ試合に使うものですからね、やっぱそれだけ、こだわりがあるということでしょうね。はい、だからこの青マスクもね、だから制作してできてからしばらくやっぱ馴染ませる期間みたいなのを持たせたんでしょうかね。だから今後もね新マスクというか、あってもね多分しばらく馴染ませるんですかね。はい、この日も前日同様イリミネーションマッチでございます。負けたら抜けます。そしてこの日はなんかやたらライガースライディングキックを連発してましたね。そしてスライディングキックからの、コマネチポーズ、そして冗談じゃないよと、冗談じゃないよってなんだっけ、あれは鬼ヶ原ゴンゾーさんのギャグですかね、あれね。ね、冗談じゃない、もう80年代ですかね。はい、
まあ、やっておりましたね。ライガー選手だいぶノリノリでしたね。札幌で何かいいことがあったんでしょうかね。気分乗っておりましたね。なかなかね、いや小間根地からの冗談じゃないよね、結構やりますけど、後楽園とかじゃね、あんまりやらないんだよね、多分ね、確か。どちらかというと気持ちが乗る地方かな。後楽園であんまりイメージないんだよね。去年所沢大会とかでね、内藤選手と2人で一緒に小間口やってたとかね、そういうのはありますけどね。去年の9月ですけどね。あれ去年だっけ、一昨年か、去年、あ、一昨年だずいぶん前の話をしてしまいましたね。で、中西さんもね、メインに登場ということでね、中西さん頑張ってほしいな、なんかね。中西さんやっぱすごいじゃんすごいじゃんって言い方もあれなんですけど、やっぱり体でかいしさ、試合も面白いじゃない、面白いって言い方もあれなんだけど、なんかどっかでもう一つなんかね、勲章を取ってこうメインでバリバリねやってほしいなね、普通にレインメーカー跳ね返すとかさいやほら永田選手がねロープに振ろうとしても動かないとかあってじゃない、ああいう感じでさ、レインメーカー腕引っ張ったけど回らないとかさそういうなんか無茶な返し方してほしいね。えっって感じで腕引っ張ってもね動かない、それぐらいのことを中西さんやっても多分ね皆さんびっくりしないと思うんですけど。さあキャプテンこの日も頑張っておりました、さすがですね。キャプテンまあ3日間ともね頑張ってますけどね。森アタックが決まってましたしね。で中西選手がね、なんか逆にそう 中西とデビット選手がぶつかるとすごいことだよね。さあそして鳳凰からの野人ダンス、そしてラリアットね、そしてアルゼンチンで担ぎます。でカットに来た玉とかかなね、投げつけますよね。でも結局アンスタン取られちゃったんだっけ、ね、さあそしてテリブレ選手とライガー選手とやりたい、ね、さあロープに振るぞと、まあ、テリブレ選手のこのね表情、本当鬼のような形相というかね、このことというかすごいですよね、この顔はね。さあそして、ね、ロープに振っていきます、コーナーにね、そしてさらに行きます。でこれはね、なんかすごいっていうか、なんかもうハロー的な感じでね、これどういう顔なんでしょうかね、わかりませんけど、もう鬼の形相を通り越すと、こういうね陽気な人みたいになってしまうんですね。この顔ですね。ね、挨拶してるみたいですね。私に挨拶してるんですかね、これね。私だいぶ遠くにいたんですけどね。さあそしてライガー選手、であれかロープに投げていくところを切り返して、ソンバラ選手のことは、切り返して、ね、ライガー選手ね一人落としたんですけども、タマトンガ選手にねやられてしまうんですよ ね、ねこうロープの向こうで、ね、ドロップキック食らって落ちてしまうと、ね、ちょっと油断したんですよね、一人取ったことで浮かれてしまったんですよね。かなり腕上げて喜んでたもんね。
棚橋選手は確か札幌で体調を崩したんだっけ、なんか熱があるとか3日間終わった後だったかな、なんかね熱がある的なことをね言ってたんだっけ。でね、まあ、イネメーションマッチですから当然落ちたら終わりというところなんですが、逆上がりで帰ってくるとかね、そういう見せ場もありましたね。そしてブレーンバスターで落ちそうになりつつも、キックバス戦で両方落ちたのかな、アンダーソンさんとね。さあそしてキャプテンがねデビッド選手に向かっていきます。キャプテンファレ対キャプテン対ファレデビッドっていうのになったのかな、ね。でこうね、キャプテンが最後一人残るというね、こういう非常にいいシチュエーション、一人もキャプテン孤軍奮闘でかなりすごい勝ったんですよねキャプテンね。まあさすがに多勢に無勢というか、まあハンデがあってはどうにもならなかったですかね。ブラディサンデーですかね、取られてしまいましたと。ねえ、ライガー選手リング下でねちゃんと見てますけどね、青いですね。まあ、試合後もね、ごちゃーっとした感じで終わっておりました。ということで、2日目以上です。2日目はやっぱね、最後メインのキャプテンですかね、やっぱね、頑張りましたね。もうなんか1時超えたんですよね。もうだいぶぐだーっとしてますけど、3日目も見ますか。まあ、2日目、ね、まで見まして、まあ、次3日目なんですけど、まあ、本来であればね、私も3日目は見る予定のなかった大会なんで、まあ、先に言っときますと、まずね、カメラの充電が途中でなくなるというね、2日間プラスアルファ、まあ、DDT、当然 DDT もね、見なきゃだったんですが、カメラね、私今のカメラ電池を何本もね持ってるんですけど、充電器自体は持っていかなくてね、その電池をいっぱい持っていくことで、それを乗り越えようとしたんですが、新日本3日目でさすがに尽きてしまいまして、で途中から携帯で、撮影するというものに切り替えたんですけど、携帯もね空港でかなりいろんな情報収集したりね、いろんなことに使ってたらさすがに1日持たなかったですよ。工業中にもうかなり電池を消耗してしまうというね。で電池消耗しちゃったら、私ほらやっぱそのね、札幌で道も分からなくなって何も調べなくなったのもうおしまいですからね。まあまあちょっと電気3日目は電気との戦いでしたね。はい、3日目出しますか。3日目は、まあ、ニコ生ライガーさんの斜め一列違い、斜め後ろに、ね、偶然席が立って、客席に、ね、重心が並んでるという、ね、変わった光景が世に映し出されるという、ね、サムライ TV の手によってね、そういった幕開けでございましたね。はい、だから3日ともね、だからまあちょっと 席の雰囲気的に違う感じでしたですね。まあでも初日2日目は両方とも一応東方面か、ね、3日目はこれ 北側ですかね。はい、まあね DDT が見られなかったけども、代わりに見られた大会ということでね、第1試合、田中翔対小松洋平ということで、ね、ヤングライオン対決でございますね。非常にこれいい試合でしたね。やっぱね、前日の渡辺貴明対、小松洋平さんでしたっけね、はまあまあ先輩後輩的なねものに当たるんでちょっと違いましたけど、これは本当同日デビューではありませんが、1週間違いぐらいですかね、去年の11月でしたかね、ネバーの大会、渋谷の大会で、渋谷アックスですかでね、2大会に分けてやった大会の、まあ 1大会目、2大会目とそれぞれデビューしてるわけですけども、まあ、ほぼ同期、同デビューですよね。はい、で確かこのカード浜松も見たよね、確かね、他のところでも見たっけな、まあまあ時間切れ、このオチを言ってしまうと時間切れ引き分けなんですけども、まあ、
ずっと引き分けてきてるのかな、多分ね。まあその分本当ヤングライオンらしいね、ぶつかり合い。やっぱその辺の伝統はきちんとあるんですね。いまだにね。やっぱこれいいですよね、こういうのが見られる。いつの時代もね、変わらず新日本ね、新日本というかヤングライオンとはこうあるべきというね試合ですよね。エルボー、打撃、そしてね、ボディースラム、逆エビ型で片エビ型でぐらいですかね。逆片エビ、ハーフボストン、ね、リバースボストン、あとドロップキックぐらい出したかな。まあそういうね、数少ない技でどうやって組み立てるかみたいなね、ところもあるでしょうからね。さっきのね、シュープロのね、天竜さんの対談、ライガー選手のね、対談の場所に載ってますけど、非常に興味深いコメントというか、ページどこでしたかね。ライガー選手はね、まあ若手の頃に、マサ斎藤さんに言われた言葉みたいなのがね、紹介されてまして、どこだったかな。マサ斎藤さんに、お前は持ってるものを全部出さなきゃ気が済まないんだな、技をやりゃいいと思ってるのかいと問われたそうですね。で、まあその時はそんなにちょっと意味わかんなかったんですけども、ライガー選手、今これぐらいのキャリアになって初めてマサさんが何を言いたかったかわかるというか、天竜さんも技をやりゃいいってもんじゃないと、だからこそ、まあその佐山さんとやった試合がね、そういう技をポンポンやる、綺麗に決めるというだけではなくてね、まあいわゆるライガー選手というところ、ライガー選手っていうか、そのまだなんでしょうね、なんだろう、引き算のプロレスと言いますかね、去年ぐらいからやっぱり見せてる、支流戦ですとか下道戦ですとかね、見せてる、ああいうものにつながっていくんでしょうね。まあヤングライオンもそうです。まあヤングライオンの場合はね、派手なことやったら怒られるというのもあるんでしょうけどね、やっぱでもそれがやっぱプロレスの基礎にあるということなんでしょうね。でね、そういう厳しい規制の中で生きてるから、ちょっとヤングライオン抜けた頃はね、いろんな技出したくなっちゃうんでしょうけどね。でも最終的にライガー選手も、ね、言ってますけど、プロレスもそういうシンプルなね、組み立てによってね、回帰していくということを考えると、やっぱすごく面白いですよね。はい、あ、これもう2試合目になっちゃった、まあ時間切れ引き分けで終わりました。ちょっと尻切れがね、なんかフォールに何度も行ってね、もうとにかくがむしゃらにフォールに行って、勝ちを狙いに行ったんですが、引き分けというね、そういうオチでしたけどもね。はい、2試合目からこれ携帯の写真になってるのかな、若干ちょっと画質が多分落ちるとは思うんですよ、まあ、配信の中でそれだけね表現できてるかどうか分かりませんけど、画面サイズはあっても大丈夫かな。ロッキーロメロ対渡辺隆明ということでね、はいね、ロメロさん、この日は鈴木軍相手じゃなくてヤングライオンとの戦いということでね、いつだったかな、2年ぐらいか3年ぐらいか、富山でね、ロッキーロメロ対三上京介っていう試合見ましたよね、第2試合ぐらいでね。で、なんかヤングライオンとこうなんかやらされること多いのかな、ロメロ選手信頼があるんでしょうかね。まあただそうは言っても、今の渡辺隆明選手はね、さっきも話してますけど、もうなんかちょっとヤングライオンの枠をもうね出つつあるというか、もうちょっとしたらね、いろんなところにねこう組み込まれていくんでしょうけどね、試合のね上の方でね。まあただシングルでこうやってね、まあ、言ってもジュニアのタグチャンピオンですからね、体格的にはどうなんだろう、もうロムロ選手より大きいのかな。でもうヘビー扱いになるんでしょうかね、渡辺選手ってね。まあロメロ選手は勝ちましたと。ですね。
なんだっけ、ツームストーンみたいな、あれなんて技でしたっけね、ツームストーンじゃなかったっけ、はい、でした。さあ、そしてライガー選手のアップが始まりました。3日目はライガー選手は、6人タッグですね、第3試合に登場でございます。タイガーマスク、重心サンダーライガー、中西学 VS 櫛田、本間智明、真壁刀義ということでね、本体同士じゃないですね。なんか逆に最近はこういうの珍しいですね。最近は本当新日本ってなんかまあカードが余らないというかね、結構そのテーマのある戦いだけできちんと組み立てられちゃうというかところ、まあ、前座は別ですけどね、こうやって新本体同士がぶつかるってことはなかなかね、構図の中でないんですが、まあ3日間もやるとこういう風になってくるんですね。まあ3日間やったからかどうかわかりませんが、逆にライガータイガーが久々ですかね、この前のこれだけも田内選手でしたから、まあこの後ねノアのタッグリーグね、この2人で出ますからね、はい、そして中西選手ですね、すごいね、明らかにちょっと画質が変わったね、ここのここからね、ここまでが、この辺までが普通のレジカメ、コンレジですけど、コンレジで、ね、本間選手とかの色合いがすごい鮮やかですよね、この日焼けが鮮やかですけどね、でここから携帯です、だいぶ色あせましたよ、なんかね、ね、本間選手のが色あせるのでね、日焼けがね、綺麗に見えない。この日もね、ロメロスペシャルが出ると、ロメロは3日目だけでしたっけね、中西選手がね、ロメロを守ってましたよね。でね、真壁選手がライガー選手ね、こうやってコーラのパンチ食らすともね、なんかちょっと珍しい光景ですよね。ジュニアとヘビーのね、違いも階級の違いもあってなかなか当たらないし、当たったとしてもね、違う軍団の人と当たったりとかね、本体同士ではこういう風になってるのかなかね、珍しいですよね。さあ、こけしもね、出ましたし、こけしね、こけしはカットに入ってましたね、2人で勝った。で中西選手のすごいのも出たし、でプランじゃかな、中西選手で場外飛んでましたね。そしてアルゼンチンからの投げつけ、そして上からドンですかね、私初めて見たかもしれない、もしかしたら見たことあったっけな、上からドン、まあ、どっかでもしかしたら見てるかもしれないけど、なんか意識して見たのは初めてだったかもしれない。はい、上から飛んで中井選手で取りました。ではですね、中井選手、なんか中井選手いいなぁ、なんかなここに来てちょっとハマりつつあるかもしれないなぁ、なんかちょっともう一ランク上でやってほしいですね、はい。さあ、そして、次アレックス・コズロフ、石井智弘対太一鈴木宗、まあ、ここは3日間ぶれませんでしたね、ケイオス石井対、鈴木宗というのは毎日でしたね、まあ、この日はね、タガ選手がね、千葉に行ってしまってますのでいませんでした、なんでね、2日間続いたらなんか後から入ってくるとかああいうのはなくてね、普通にやってました、まあ、ただしあの帽子のね、ここですかね、あ、これは石井選手がね、帽子を渡しているところですけど、その後の、鈴木美濃選手が帽子かぶるかどうするかっていうね、あの下りは、この日もやってましたね、はい、どうもですね、そうですね、毎日同じことやってるんですけどね、でもちゃんと毎日盛り上がるんですね、いいですね、それもね、で毎日なんか小津郎選手3日間大変でしたね、毎日ひどいなっていう気がするな、こうね、ほんとボコボコにやってたよね、そうね、この3日間一番大変だったのは多分コズロフ選手ですね、毎日鈴木宗選手と当てられて、
まあそんだけバチナシと新選手とね、二の席やり合ってましたね。でシューティングスターはかわされたのかな。で、スリーパーからの持ち式ですかね。ね、足に触ったらコースルフォーテンキになったんで、そうですね。だって普段ジュニアとやってる選手がね、急に鈴木に取ると毎日やらされたら、もう大変ですよね、きっとね。全然普段やってる人と色は違うからね。で、ごっち式だもんね、それでね。はい、ごっち式で今日も取られてしまいました。で、試合後ね、やっぱやられたまんまではいられないということで、石井選手もね、やり返してました。グレンバスターも決めたしね、はい、垂直落下かな。はい、次です。3日目はね、多分全体的に写真が少ないので多分パッといきますが、これは8人タッグですかね。ラソン・ブラ・内藤哲也・小島さとし・天山・ひろし対田中将人・飯塚隆・矢野徹・中村慎介ということですね。まあこれもまあいつも通りっていうか、もう説明はいらないでしょうね。まあインターコンチとあと IWGP タッグね、絡みですね。孫村選手はこれは衣装的には2日目と一緒なのかな、それ2日目とも違うのかな。あ、この日は、ちょっとね、このカメラだと色合いがよく分からなくて、2日目と一応一緒ですかね。このちょっとゴールドというか黄色の入ったね、そうですね、タイツ。まあ、内容も相変わらずですけど、まあ、言っちゃうとバカ野郎もね、当然ありました。あ、言っちゃいなかったんだ、言っちゃうとバカ野郎とは言ったんだけど、まあ、言っちゃいませんでしたね。投げ飛ばすデッドリドライブですね、矢野選手ね。そして場外でもやり合ってました。で、この後なのかな、中村慎介選手が孫村選手をね、あのニコ生ライガーさんに投げつけるというね、ひどいこと、もうかなり弾き飛ばされてましたね。この柵越しにあのニコ生ライガーさんがあの椅子ごとこうね、やられるというね、出来事、まあ私にまでね結構来ましたけどね。ね、中村慎介選手ってね、なんか結構私は千葉にいた頃はね、なんかいろいろ私のこといじってくれたっていうか、大体中村選手って興行終わるとなんとか大会終了みたいなことをね、必ずつぶやくんですけども、千葉大会に私ね、いやそれこそ後楽園もそうだし、ディファ有明だったり、まあ、当然いろんな会場でね見てるんですけど、なぜか千葉大会だけはその千葉にはなんかライガーがいたっていうことを中村選手つぶやいてくれてたんですね、ツイッターでね。なぜか他の会場で私は多分遭遇してるはずなんだけど、他の会場は一切なくて、ね、千葉だけでそういうふうにね言ってくれたんですけど、まあ、千葉当時住んでた場所だから、でも中村さんが私は住んでる場所とか知らないだろうしね、なぜそういうことになってたかわからないんですけども、なんかね、千葉大会の中村慎介は私をいじるっていうね、ツイッターでね、まあ、なんか客席が見えやすいんでしょうかね。千葉はね、あの普通の体育館みたいな照明でね、なんか会場全体明るいんですけど、ね、千葉ポートアリーナね、あそのこの同日に解体道場がビッグマッチやってる場所ですけどね、あそこは多くて1000人は入らないと思うんだけどな、700、800人でやってるんじゃないかな。解体はね、実数発表だからね、大体6、700人ぐらいだけどね、新日本はちょっと持ってるから1000人ってある。でこの札幌の1600っていうのは多分ね、実数っぽいけどね、だからそれがリアリティな数字ですよね。まあまあ中村選手、孫村選手を投げつけるというね、そういう、アクシデントもありましたけどね。
絶対中村慎介我々のこと見えてるからわざとやってるのこれね。でも中村慎介だって目悪いのかな、なんかねほらよくほら目を細めてこう遠くを見るような表情よくやる、それは表情を作ってその顔なのか、ただ本当に目が悪いのかは分かりませんけどね。でも眼鏡かけてる姿とか見たことないよね。田中選手とかほらなんか眼鏡かけてるじゃない、串田選手とか内藤さんもかな、分かんないけど中村選手ね、そのすごい姿見ないよね。まあその言った孫原選手が飛んできたというのがこの試合のハイライトかな我々にとってもね、はい。そして小島さん違うな、あれここ連発で行ったんじゃないかな、カウランディングねありましたね。そして矢野選手のモンゴリアン、これは激怒した天山選手はモンゴリアンでやり返しまして、そして天狗寺カッターに行ったのかな。はい、ということで終わりました何が起こって終わったんだ、誰か矢野選手が天山選手から取りましたということですね。そして、このあ、と何だっけ、コンサドーレ札幌のサッカーなんでちょっとあのすいません存じなくてあれなんですが、方がね名前書いてあるのかな、ここにスマカワシ、読めないなんて書いてあるんだろうね、私も知りません、札幌の方でもわからないすみませんね、なんかサッカー好きやって怒られてるよね、もうね、もうプロレス脳だっつって怒られてるね。いやプロレスばっかりじゃないですよ、私もいろんなことね一応興味持って見てますから。セミ、タグマッチですね、キャプテンニュージャパン棚橋義対、後藤弘樹永田裕二ということでね、いやキャプテンエースなんでね、棚橋選手もキャプテンマスクでね出ましたね。そうこれも珍しい本体同士の対決、なんかね永田選手が棚橋選手や、まあ、キャプテンと当たるというのも、まあ、ありそうでなさそうでちょっと珍しいという印象をね私は受けましたけどね。特にキャプテンと永田さんがね当たったところがなかなか興味深く、お互いちょっとレスリングの攻防みたいなね、タックルからの本当にそのグラウンドでバックを取り合うプロレス的なそういうグラウンドではなくて、多分そのアマチュア、私アマチュアレスリングのことちょっとあんまり存じないんでね、わからないですが、そういう動きに見えましたね。すごいですね。そしたらキャプテン、すごいね、そのなんだろう、ね、前日もね、バレット相手にね、奮闘したり、こういうレスリング、実はこういう引き出しもあるぞというところをね、見せたり。と思ったら永田君っつってね、こうやってあの握手求めたりとかね、いつものキャプテンだったり、ね、ものすごいなフラグ立ちまくりでしたからね。キャプテンの活躍が見たい場合はこれ札幌行った方がいいですね。3日間ともすごかった。だってね、これ去年のワールドタックルの最中ね、キャプテンひどいもんでしたよ、ひどいもんとか言ったりするからね、まあ、ひどくはなかったんだけど、まあ、いつもどうやったのかね。そして白目が出たんですよね、珍しく3日目にしてね、腕取ったなと思ったら白目、まあ、ちょっとうまく写真はね撮れなかったんですけど、もうこのね携帯では限界でしたね、普通のカメラだったらなんとかしたと思うんですね、え白目てって感じですけどね、そのあの白目って私もこう見てるようで意外とそんなに回数見てないんですよね、まあ、東京ドームとかでは見てるのかな、でも東京ドームはねやっぱほら目視できる距離でね観戦してないですから、やっぱりその白 目がどうなってるかなんていうのはね、多分ビジョンに頼るところなんでしょうけど、
だ両国国技館とかでも多分白目見たことあるけど、国技館もでっかいしな。こういう本当ね、その1000人2000人クラスの会場での白目ってのは結構貴重ですよ、きっと。ね、こうやって札幌だから出してくれた、いや札幌だから出してくれたって言い方なんだけど、永田さん曰くね、その神様が降りてこないと、怒りがね頂点に達した時に降りてくる神様が、神様がいて、それが、降りてこないと白目ってのは出ないんだよっていうことをね、なんかトークショーっていうか、あれか、ワールドプロレスリング 3D 映画のね前説のトークショーの中で、何度かねそういうお客様の質問ね、白目はどうやったら出ますかみたいなね質問を受けると毎回同じ答えにするんですけどね、まあそれは答えの内容が変わってしまったらいけないんですけども、まあね結構毎回質問に上るんですよね。ね、いかに覚えとけよと思うんですけどね、まあ行く先々ねお客さん違いますから、ね、まあ、私は何回も聞かされてますけどね、その白目はどうやったらいいか、神様がもう下ろしてくれてるね。ね、札幌にはその白目の神が降りたんですね。でまあ平ボトムやいろいろ出たんですが、キャプテンも頑張ったんですけど、取られちゃいましたということですね。また焦点回かな、この日もね。さあそしてラスト、ここからさらに、画質が変わるんですが、これねさらに充電の関係でね、これどこに合わせようかな、ちょっとねが使うアプリがねまた変わりまして、この間に充電が少なくても起動するカメラアプリに変わったんで、ちょっと画面サイズが違うんだよね。このぐらいで合うかな、こうでもまあいいか、このぐらいでやっていきますけども、最後、例によってイルミネーションマッチです。メインはねもうほとんどもう私の電源的な限界もあったんで写真ほとんどありませんが、まあ、一応カードとしては邪道、下道、吉橋、高橋裕次郎、岡田和親、ケイオスですね、バーサス、バルトクラブ、バットラックファレ、タマトンガ、テリブレ、カール・アンダーソン、プリセビトということでね、なっております。まあ人がいっぱいでごちゃごちゃしててね、写真で見ると中で何が起こられてるか全くわからないんで、まあもう写真はいいかと諦めて、まあいろんなことありました。ね、全くわからないですね、この人たちはね、でっかくてね、見えませんね、写真だとね、まあ、目視だと見えるんですけどね、いろんなことありまして、まあ、オチだけすごい印象的でしたね、これはね、まあ、岡田選手も最後負けちゃってね、下道さんが一人で1対3になっちゃうんですよね、最後ね、ファレ・アンダーソン・デビット対下道になるのかな。で、でね、必殺技も何度も決めつつも、ね、下道さん当然スリーカウント取られてもおかしくない状況なんですけど、デビット選手がね2でわざと下道さんのことを起こすんですよね、まだまだ痛めつけなきゃダメだということなんでしょう。そしてファレ選手が、ね、必殺技決めていって、そしてアンダーソン選手が必殺技決めてということをどんどん繰り返してね行きまして、で最後にテレビの時はブラティサンデー行くぞとね、もう必殺だね、もう何回も食らったらもう下道さんもね怖ってしまいますからね、見るに見かねた、岡田選手がタオルをね、投入することによって、まだ TKO ということなんですかね、タオル投入により、試合が止まったということですね。はい、でだからまあ結構ねなんか珍しいオチでしたね珍しいオチって、オチって言い方もあるんですけど、まあ、結末でしたね、そういった形で興行が終わると、まあ、その後ね結構、岡田選手もね下道さんのこととなるとちょっとやっぱり熱くなる部分があるんでしょうかね、やっぱりまあそれだけの信頼関係で結ばれてというか、まあね、あのね俺も分かりませんけどなんでしょうね、はい、ということで、まあ
まあ、最終日はちょっとだからそういう動きがありましたね。でゲドウさんも担架で運ばれてきましたね。でその後の経過はどうなったかよく知らないですが、その後帯広大会参りましたけど、ゲドウさんどうだったんでしょうかね。あ、笑顔でラーメン食べてた。あ、じゃあトマトね、まあじゃあプロレスラーはすごいってことですよね。まあその時はダメージでね立ち上がれなかったかもしれないけど、もう1日経てばケロッとなんというね、素晴らしいね、プロレスラーすげえなと、うん、でもこの時は本当にね運ばれるぐらいね意識もおろとしてたでしょうからね、うん、という新日本プロレスね札幌3連戦、まあつらつらとねお話ししました。ああ、長かったねいやー、はしょって話してもよかったんですけどね、こんだけあるとね。まあまあ一応全編にわたってやりましたけどね、まあとにかくまあ楽しい3日間、そしてプラス1日、アクシデントを含めた4日目ね。まあでもね疲れたですね、さすがにね。特にね3日目から4日目にかけてはね、もう本当気疲れもあったし、そのね、私は本来であれば3日目にね新潟に帰ってきて、新潟でね DDT を見て平和に家に帰るというのが本来のねアングルでしたけどもアングルって、ですけど、まあ、急遽ね、列車の事故に巻き込まれて飛行機に乗れず、そして、再び札幌に戻って新日本を見て翌日ね、だから予定からするとちょうど24時間ぐらい滞在が伸びてしまったわけですからね。ちょうど次の日の乗るはずだった同じ便でしたからね、滞在が24時間伸びるというね。でまあそうね、3日目の夜はまあもう行くとこもないし、お金もだいぶ尽きてきたんでね、最終的にはね、あのセイコーマートでね、セイコーマートですよ、なかなかこっちへ行けません、ありませんからね。まあ関東にはね何店舗があるらしいですけどね、まあそれも見たことないね、東京にはないですけどね。どこだったかな、栃木か茨城か分かんない、まあその辺にあるのかな、分かんないですけどね。まあセイコーマートでね、洋館ツイスト、そしてガラナね、そしてカツゲをいただいてね、夜を過ごすというね、まあ、最後はシストに暮らしました。はい、まあまあそんなわけでいろんなアクシデントもね、あいつと楽しんだ3日間で、3日間プラス1日4日間でございましたね。もうでも帰ってきて本当バタン級でしたけどもね、もうなんか空港でも一目にあったしね、一目にあったというかずっと待ってただけなんですけどね、暇してね、いろいろうろうろしてましたけどね、空港の中をね。もうだから昨日なんかね、おとといか帰ってきた日なんかはね、もう一日休みにしてましたね、私もね、ほんと夕方からずっと寝ちゃってたりしてね。で次の日もね、もちろん朝から出なきゃだったんで、まあ、また帰ってきて夕方からね、もうほんと寝ちゃってね。今日もね、この配信が始まる直前までね、なんか夕方からちょっと寝ちゃってましたね、ほんとね。なんかね、だからちょっと、まあもう明日ぐらいからちゃんとね、体調戻してやっていきたいですよね。まあ明日っていうか、明日金曜で乗り越えればね、土日また休みですからね。今週はちょっと何も、ね、予定を入れずに置いてあるんで、休養に努めたいかなという感じでございますかね。はい、そんなわけでございました。配信時間的にはこれどれくらいやったんでしょうかね。さっきの切れる前までは1時間ぐらいでしょうかね。まあでも全部で2時間半ぐらいですか、今日はね。やりましたかね。はい。ということで以上なんですが、まあ、今後の予定だけ言いますと、まあ、今週末はねとりあえず休養ということで、来週の配信はありません、ね、来週はありませんので、次回はですね、予定通りに行けば8月の1日ですね、木曜日やりたいと思います。まあ、ただね、8月1日という日がね、ちょっと日の悪い日でして、ここ、地元、新潟県長岡市なんですが、8月、2日、3日がね、長岡市が、世界にがないか、まあ、とりあえず日本中に誇る、長岡祭りというね、大会や、お祭りがありまして、大花火大会があって、三尺玉とかね、フェニックスとか、そういうすごい花火が上がるんですよ。私、何でも見てないんでね、ちょっと最近どうなってるか分からないです。22時半過ぎに翌朝始めた
って、あ、やっぱり3時間ぐらいやったんだ。まあ、長岡祭りというのがね、ありまして、2日、3日ね、だから全国からいろんな観光客が来ましてね、長岡中の宿はもう全部、もうソールドアウトしてしまうんですけどね。で、その1日がですね、その前夜祭ということで、この、ここの、ここも駅前なんですけど、駅の前のね、その大手通りとかがあるんですよ。そこでね、なんか民謡流しみたいなのをわーってやってるんですよ。だからね、この時間ぐらいになると、この時間っていうか、その配信始めるぐらいの時間になると、そのお祭り終わった人がね、街中でワイワイしてるんじゃないかとかね、カラオケ屋も満室だったらどうしようかなとかね、まあ、いろいろ考えてね、いや私もあんまりほら地元にいなかったから、絶対そのお祭りの日どんな騒ぎになっているのかね、わからないみたいなあれなんですけど、ね、この辺もね、飲んだくれてる人がいっぱいいたらね、私も大変だなと思いながら、こういうほら、普段はね、平日でね、こう静かな、まあ今日は結構歌ってる人いっぱいいますけど、ほとんどね、毎回この同じ部屋に通されるぐらい、結構、まあまあ、平日吸い通ります、夜中ですからね、ゆったりやってるんですよ。まあその日ばかりはね、ちょっとワイワイしちゃうと嫌だなとかね、いろいろ思いながらやってるんですが、まあ一応その日にやるという予定で、いたいと思います。8月1日、いよいよ G1 クライマックスの開幕する日ですけどもね、開幕戦が、浜松でしょうかね、やりますけどもね、そんなわけでございます。8月1日配信したいと思います。内容に関してはその前のいきます、ノアのジュニアタッグリーグ戦ですね、これの、26日28日、柴田大会、そして28日後楽園ホール大会、そして、28日はワンダーフェスティバルもね、2013夏もありますんで、そちらの話もねしていきたいと思います。ワンフェスはね、まあ、ライガー選手自身はちょっと来られるかとか微妙なところではあるんですが、まあ、ライガー選手のね、怪獣の、ね、情報は流していきたいですし、もう一つツイッターなんかでちょっと話題になっておりましたが、名前ちょっと忘れちゃったらごめんなさい、大阪の方の造形の方でプロレスラーのモデリングを造形されて、まあ、ライガー選手の模型仲間っていうか模型的なお知り合いだそうですけど、でも彼結構若い20代の方からね、なんか中村慎介選手のね、こう巨像的な、まあちっちゃいですけど、そういうバストアップの、作ってね、写真アップしたところ、非常にツイッターではね話題になっております。その方も多分出展されるんで、まあ、その辺もねプロレス的な情報ということで、まあ、流していけたらいいかなと思っております。どこのブースか私もね探さないとわからないですけどもね。ということで、次回はこんな感じでノアとそしてワンフェスということになるかと思います。はい、そんなとこですかね。録画はいいかなこの辺でね。はい、ワンフェス行くと行けずにすいません、最近スケジュール管理のうっかりの、まあ、バクさんはねスケジュール大変ですよね、ほんとね、もうはしごにはしごで、私あんまりねそこまでぎゅうぎゅうに、いや一個一個をねこう割とゆったり見たいというのがあるから、あんまぎゅうぎゅうに詰めないんでね、あれなんですけど、やっぱでも私も地方住まいだから いっぺんに一個のね用事済ませた方がいいんだろうけどね、東京行った時にね、いろんないっぱい見れるようにね、あっちもこっちもっていう方が、まあまあ今回はね、ワンフェスとノアと行きますけどね。はい、まあ録画電話はこの辺でということでよろしいですかね。まあ配信自体はもうちょっと続きますけれども、では録画でご覧の皆さんはこの辺でということでありがとうございました。今日はすいませんね、なんかね録画が分割になってしまっておりますけど、以上でございます。ありがとうございました。はい、じゃあちょっと続きます。